テキューレンパラッツォ・ドゥカーレ・マントバサイコの教会、ロトンダ・ディサン、ロレンツォ・マントバは、イタリア共和国ロンバルディア州南東部にある都市で、その周辺地域を含む人口約4万9千人の基礎自治体、マントバ県の県都である。マントバは三方を12世紀に作られた人工庫によって囲まれている。これらは、ガルダ湖から発した民著川の水をせき止めたものである。 三つの湖はそれぞれ大きな型から、スペリオーレコ、メッツコ、インフェリオーレコと呼ばれている。四番目の湖パジョロコはかつて死を感情にめぐった防御用のものであったが、18世紀末に干拓された。マントバは、ウィリアム・シェイクスピア作の悲劇、ロミオとジュリエットの中に登場する。劇中、ロミオは、ディボルトを誤って殺害し、町から追放される。 彼は直ちにマントバへ向けて立ち、愛するジュリエットの死の知らせを聞いて、ベローナへ帰還する。またベルギ作曲のオペラ、リゴレットの舞台であり、市内にはオペラに、縁のある建物や登場人物の像が現存するが、劇中の人物はすべて架空の人物である。マントバは、カトリック教会のマントバ詩教座が置かれている。マントバの中心市街などは、サッピオネータの中心部ともに、 マントバとサッピオネータの名で世界遺産リストに登録されている。マントバ県中央部に位置するコムーネである。ベローナから南南西へ 35km、モデナから北へ 58km、ブレシアから南東へ 62km、州都ミラノから東南東へ 130km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、市の前身である。 定住地ができたのは紀元前で、民著川岸にある天然の防御地とも言うべき島の上であった。そしてそこに暮らすようになったのは、エトルリア人であった。マントバという名は、エトルリアの神、マントスに由来する。ガリア人の一部族、セノマニ族に占領された後、第一次ポエニ戦争と第二次ポエニ戦争の間に、ローマ人によって征服された。 彼らは、ギリシャ神話の預言者テイエレシアースの娘マントーとマントバの名前を混同していた。新たな領土は、アウグストゥスの退役した兵士らが入植した。古代ローマの詩人ウェルギリウスは、マントバ近郊で生まれたとされている。ローマ帝国滅亡後、マントバは、東ローマ帝国、ランゴバルド王国、フランク王国に占領された。11世紀、トスカーナ公である。 ボニファーッチョ・ディ・カノッサが街を領有した。彼の一族最後の支配者は、マティルデ・ディ・カノッサ女白で、言い伝えによると、彼女は貴重なサンドレンツォのロトンダ建設を命じたと、される。マティルダの死後、マントバは、帝国自由都市となった。12世紀と13世紀には、熱心に神聖ローマ帝国から自らを守った。1198年、アルベルト・ピテンティーノが、 民著川流域を効果的に活用した。彼はマントバ人が4つの湖と呼ぶしの天然の防衛設備を作り補強したのである。1215年から1216年、死はゲルフに属するランベルティーノ・ブバレッリの勢力下へ入った。ゲルフとギベリンの闘争の最中、ピナモンテ・ボナコル氏が1273年に混沌とした状態付け込んで実験を掌握した。 彼の一族が14世紀までマントバを支配し、さらなる繁栄と都市の芸術的な美を作った。1328年8月16日、最後のボナコルシケ当主リナルドは、一族に仕える兵士であったゴンザーガ家が背後で、操る反乱で倒された。1318年に、死のポデスタであったルイージ・ゴンザーガは、市民隊長に選ばれた。ゴンザーガ家が5つの門を持つ。 新たな死壁を建て、14世紀には、市の建築物を修繕した。しかし、市での政治的な地位は三代目のルドビーコ一世、ゴンザーガの代まで確固なものではなかった。彼は、競争相手である親族を排除し、自身で実権を握った。1433年、ジャンフランチェスコ一世ゴンザーガは、フローリン金貨12万枚を支払ったことで、神聖ローマ皇帝へ。 ジギスムントによってマントバ行為を授けられ、彼の息子、ルドビーコが、ブランデンブルククルムバッハ編強ヨハンの娘、バルバラデ・ブランデブルモと結婚した。1459年、ローマ教皇ピウス2世は、マントバにおいて、タイオスマン帝国の十字軍を宣言する会議を開いた。有名なルネサンスキの画家アンドレア・マンテーニャは、マントバで、宮廷画家として働き、 優れた作品を残している。1495年のホルノーボの戦いで、フランチェスコ2世ゴンザーガ率いるミラノ公国とベネツィア共和国の同盟軍はナポリ王となっていたフランス王シャルル8世に勝利し、敗北したフランスが撤退したためナポリはアラゴンの手に戻った。1530年、フェデリーコ2世ゴンザーガは皇帝カール5世よりマントバ公の称号を授けられた。 フェデリー・コーニセイは、ジュリオ・ロマーノに命じて、パラッツォ・デルテを作らせた。この宮殿は、市の外面を占め、市の都会計画化側面を完全に改革した。マントバについて、詩人トルクアート、タッソは、1586年に書いている。マントバは、非常に美しい都市であり、マントバを見るのに1000マイル旅行するほど値打ちがある1624年、フランチェスコ4世ゴンザー川、 公の邸宅を新たなビルダデラ・ファボリータへ移した。この邸宅を設計したのは建築家、ニッコロ・セブレゴンディである。息子フランチェスコが数奇教に選出された知らせを受ける、ルドビーコ・ゴンザーガ像。アンドレア・マンテーニアが。マントバにある、パラッツォ・ドゥ・カーレグー、所蔵1627年、ゴンザーガ家の直系男子がひ弱なヴィンチェンツォにせい、ゴンザーガをもって断絶すると、 マントバは、新たな支配者となったフランスでの分子ゴンザーガネベルス、系の下で、ゆっくりと衰退していった。マントバ継承戦争が勃発し、1630年には3万6千人もの、帝国軍側洋兵によってマントバは包囲され、国士病が町に蔓延した。マントバは、この大災害から回復することはなかった。最後のマントバ公カルロ4世、ゴンザーガネベルスは、 スペイン継承戦争においてフランス側と同盟した以外は支配者に不向きな人物であった。カルロ4世はマントバを帝国に奪われると約100点に上る絵画と共にベネツヤア共和国へ亡命した。1708年にカルロが死ぬとマントバ行為は廃位され、コンザーガ家は永久にマントバを失い、以後ハプスブルク家支配となった。オーストリア支配の下、 マントバは復興を犯し、この時代、王立科学アカデミー、劇場、そして多くの邸宅が建てられた。1796年6月4日、フランス革命戦争の最中、第一次退仏大同盟に加わっていたオーストリアに、対抗するナポレオン・ボナパルトにマントバは包囲される。オーストリア軍とロシア帝国軍は包囲網を突破するのに失敗したが、 別の戦闘で戦った7月31日に包囲が断念されるほど十分にフランスの包囲網は厚く広げられた。包囲戦は8月24日に再び始まった。2月上旬、市は降伏し、フランス管理下へ下った。2年後の1799年、オーストリア軍のマントバ包囲戦によって、マントバはフランスから解放された。後に、市は、 サイドナポレオンに占領された。1810年、ジューリアモンにおいて、反ナポレオン暴動を、チロルで率いていたアンドレアスホーファーが銃撃された。事実上のフランス支配の後、マントバは1814年に、オーストリア支配へ復帰し、北イタリアの要塞都市クアドリラテロの一つになった。オーストリアに対する扇動が、1851年から1855年に、 かけての反乱として前世を極めた。そしてそれは最終的にオーストリア軍に弾圧された。イタリアのリソルジメントを象徴する有名なエピソードの一つに反乱分子らがオーストリア軍によって公主刑とされたベルフィオーレタニ事件がある。1866年、マントバはサルデーニャ王国によるイタリア再統合運動によって併合された。 マントバのソレデロ広場、ゴンザーガケは、芸術と文化を保護し、レオーネ・バッティスター・アルベルティ、アンドレア・マンテーニャ、ジュリオ・ロマーノ、ドナテロ、ルカ・ファンセンリ、ニコロ・セブレゴンディといった重要な芸術家を抱えていた。これら多くの傑作が散り散りになっても、マントバの文化的価値はそれでもなお傑出している。ソレデロ広場、ありがとうございます。